お久しぶりです。こちらは僕が風邪をひいた時の課長とのやりとりです。すみません、本日風邪をひいてしまい熱があります。今日の出勤を控えさせていただく行は可能でしょうか。失礼しました。風邪をひいて熱があるので出勤を控えさせてください。 DM 失礼します。高校の外人の友達の語字が可愛すぎるのでぜひ使ってください。今制服という感じ？半袖だけで？明日？うん、どっちでも大丈夫。あゆみは長袖で行くよ。OK、あります。わらわらわらを使いこなせない母からの LINE。 授業参観来てくれてありがとね。めぐちゃんがまたママ面白いねって言ってたよ。MMM 照れるな。 M 女友達との LINE でヤバい誤字をしたので、面白かったら採用をお願いします。明日の明日撮影機イエーイ、楽しみ。エッチ、ちょっと待って。誤字あなたとエッチする気はありません。なくて結構です。自分が意味不明な誤字したやつです。よかったら採用お願いします。あーやい、あーやい、南の島の。いくらですか？温度差エグザイル間違えた。温度差エグ。暇なのでネタ提供しときます。わしはどんな危険な事故にあってもそこから助かる方法を教えられるプロなんじゃ。何言ってんだてめえ。イケメンは死なない。はじめまして。二人ともテンションおかしい会話です。ぜひ動画で使ってください。ピーポー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 。大丈夫ですか？聞こえますか？お名前言えますか？自分の顔どんなんかわかりますか？はい、今とてもクソブスです。知ってます。 DM 失礼します。動画に使ってほしいです。できる時になったら連絡する。今行けるで。今からは無料DM 失礼します。暇なのでネタ提供します。あーい、なんすか？寝たら何言おうとしてたか忘れた。ぶっ飛ばすぞ。ごめん。もしよろしければご利用ください。めっちゃ遅れたけど受験お疲れ。どうでした？浮気した。ミスった。受かった。なんでだよ。おめでとう。あばました。これはお風呂入ってくると伝えたかったであろう友達とのやりとりです。オッケー、フロリダ行ってくる。それ普通にフロリダ行くだけやん。友達との会話です。みんな久しぶりーふ。言うて3日しか経っとらんくす。そんな神経質ブルマってノリ良すぎ。友達との楽しい会話です。うちの鳥クソ可愛い。おー、しっ、あへあへ。たまたまに見させてもらってます。二個上の先輩の誤字の仕方がひどすぎました。着いたけど誰もおらん。早い？キモ。え？聞いてるだけやん。間違えた。知らん。どんな間違い方やねん。今着く。よろしければネタどうぞ。タオメ。アザ。欲しいもある？富、名声、力。この世の全てを手にした男、ゴールドロジャー。彼の死に際に放った一言は、人々を海へ駆り立てた。俺の財宝か？グループラインでの会話です。スターリン買おうと思ってるけど、何買った方がいいかな？ゴジ。は？あんな変な人は買いません。スタンプです。よければ使ってください。急にどうした？暇かなーって。宿題やってないから無理や。ゲームやんないん？ゲームって何？ゲーム知らんやつ初めてや。キャッチボール行こう。どんだけ行きたいんや。キャッチボール行こう。怖い怖い。今暇？暇ではある。は？は？キャッチボール行こう。 DM 失礼します。文化祭の時の友達との会話です。準備してる？してるよ。えらー、今のんびりし始めてきたけど。ウェイ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 。友達がバカすぎたので。エビは僕のことです。やばいエビ、昼ご飯カップラーメン食べようとしたらココアも一緒に作る気やったんよ。ココアの粉をラーメンに入れてしまった。おかりスウェット買ってきて。遠く行ったつもりでした。坊主狩りスウェット買ってきて。坊主狩りスウェット買ってきて。妹との会話です。よかったら動画に使ってください。聞いて、少女漫画とかのパッチリお目目の可愛い主人公ちゃんに憧れて、私も目パッチリ開けて入学式過ごしたらあだ名ガンギマリンになったんだけど。無理、おもろすぎ。